皆さん、こんにちは、X 用中です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、うちの近くにある霊山寺っていうそのお寺があるんですよ。この中に、温泉がありましたね。で、結構その温泉がね、綺麗な温泉なんですけど、安いんですよ。500円で入れるんです。ですからね、エストレアね、ちょっとまたがって、10分ぐらいのところなんです。すぐ来れるから、来ました。はい。ここがね、霊山寺です。はい、奈良のね、ここはね、どこになるのかね、富岡からもうちょっと南に入ったところですね。まだ綺麗でしょ。だけどね、自分のね、顔をこう映してね、出すのもあれだけどね、これあれなんですよ。本当にね、もう、すごいおじいさんだなって言ってね、もう、おじいさんだね。もう来年、まあ、今、12月ですけど、2月になったら67歳になりますんで、もうつくづくね、本当におじいちゃんだなと思いますわ。だからあと10年ぐらい若い人なんて、ね、本当にね、まだまだね、乗れて、バスバイクに乗れて、いいかなと思いますよね。はい。ここね、こう乗って、こう。おじいさんとエストレアです。はい。だからここは若い兄ちゃんだったら、もっとかっこよくていいんだろうけども、もう、古ぼけて、賞味期限ももう切れてね、本当に頼りないおじいさんですけど、はい。皆さんね、そんなおじいさんも相手にしてくださって、ありがたいと思ってるんですよ。はい。で、ここは霊山寺のね、玄関なんですよね。なかなか綺麗な庭で、5月にはですね、この、ちょっと今日はクローズしてますけど、奥の方に、バラ園があるんです。で、バラ園を開放してくださいまして、で、まあ、ちょっと有料なんですけどね、綺麗な、見事なバラが、今日は冬ですから、バラ園はないですけども、そういったね、あれでね、楽しめる、スポットなんです。うちから10分ぐらいでね、本当に近いんですよ。で、庭綺麗でしょ？はい。こんな風にね、なっております。時々ね、冬でも、ここはあれなんです。お湯、温泉があるんですよ。温泉があって、これね、500円だったかな。で、安いんですよ。ですからね、よくね、地域の皆さん、いらっしゃるんですよ。はい。Hi, overseas friends. I'm X Yoshi of Nara City, Japan. Many thanks for watching my YouTube channel. Today, I'm standing here. The place is Ryozenji Temple. This place is not so far from my house. It's about 10 minutes by car, so not so distant. And you see, this temple has quite a nice garden, you see. And the garden is very balanced and always very arranged, very clean. So, I sometimes visit this temple. And in May, probably some people might know, this temple has a large garden of roses. So in May, they are in full of bloom. Many people visit here to see, enjoy the garden, the roses. Today, it's in winter, so the roses garden is closed. But we can enjoy the scenery of beautiful garden here, you know.まあ、せっかく来たんでね、何かね、お話しさせてもらったらどうかなと思いまして、ここのとこ玄関なんですけどね。はい。で、エストレアの方もね、これ、冬仕様で、こういう、なんていうのこれ、カバー、ハンドカバーつけたんですよ。これあるとね、ちょっと楽なんですよ。ここの中に、ホットカイロね、入れるとね、結構、ぬくぬくなってて、快適なんで、で、まあ、冬はね、この仕様で走るんですよ。まあでもね、なんかね、どう思います？もっさりしててね、こう、もっさりしたらエストレアみたいになってね。で、まあ、これが似合うのかどうかな。本当だったら革のおしゃれなね、ああいうバッグのがいいんですけど、忍者のやつをね、こう流用して使っちゃってるんで、あんなんですけどね。まあ、このミニフィールドバッグはずっともう使ってて、もう何年なの？これ、7年、8年ぐらいか。ずっと使ってる。でも全然ね、汚れないんですよね。で、
ファスナーもねきちっとなってるのね。だからね本当にね あれはいいですね。はい、まあエストレアの方も磨いてたら綺麗からっていうことですね。はい、そうだね。今日のねテーマなんですけども、この前ねちょっとねヤフーやったかな、なんかネットのニュース見てた時にちょっと気づいたっていうかね、これはなどうかな、どっちが判断難しいなっていうような事例がありましたんで、ちょっと皆さんもねちょっとコメントいただいたらどう思うってやつです。どう思うって、というのはね、発祥って言いますと、修学旅行の時にバス乗るじゃないですか。で小学校だったかな、こう修学旅行でこうバス乗って行ってたんですよね。途中の SA に寄ったんだけども、その時にね休憩がねたった5分だったんです。で先生がまあバーッと下ろしてね、さあ行ってきなさいよって言って、んでバスにバーッと乗った時に、まあね普通でしたらね、やっぱ転勤してこうね代々君いてるとか横の人いてるって言ったら、まあやったんだろうかやってないかよくわからないけどやってると思うんですよ。ですけども積み残した子いてるんですよ。で5分で積み残されてね、ああ僕積み残されちゃった、みんな行っちゃったってウェーンウェーンって泣いてたんでしょう。そうすると親切な、トラックの運転手さんねいらっしゃって、あ泣いてたからと思ってかわいそうなん で すぐにね起点聞かして、学校に連絡したんですって。で誰々君って、まあ、名前もきっと聞いたんでしょう。誰々君がどうやらSA で積み残されちゃったから、私がねそっちの方向だから、その場所を聞いてるんでちゃんとねそこで合流してあげますって言って乗せたんですよ。で私はその時はねその運転手さんねすごくねやっぱり親切な方でいい方だなと思ったんです。でまあコメントもたくさん寄せられてたんで、まあそのコメントもね参考で拝見してたんですよ。そうすると、やはりねここはね善意なのか、それかやっぱり規則でね注意すべきことなのかっていう意見がねちょっと分かれてましてね、ああなるほど今の時代はこうなんだなっていうのもねちょっとね痛感しました。というのはまあ私だったらね、ああ運転手さん言い方ってよかったねって、でみんなこう泣きべそかいた子がねちゃんと行って、みんなで会えて楽しく、まあ、中学旅行で続けられたということはねやっぱり良かったなって言って、単純にそうな僕らからそうやって思うんですよ。ところがやはりね慎重な方はやはりそれはねまあ、たまたまその運転手さんを悪いと言ってるんじゃなくて、言い方だったけども、やはり誘拐とかそういうこともあるかわからないし、で先生がそもそもそうになった時には引っ返してでもねと連絡取ってその子を迎えに行くのがやっぱ学校の務めなんじゃないかって、でそういう、まあ、運転手さんをこの直接非難したわけじゃないんだけども、そういうねコメントがね、ま、参見しましたね。なるほどなと思って、まあそれも一つの意見だけど、私の方が単純だから、いや運転手さん言い方だねよかったなって、助けてあげたんだ、なんでみんなとね一緒にまた合流して時差がなくて行けるようになってね、でまあ、その子にとってもそういう善意っていうかな、それを経験したことでまたこういうとこあればですねまた助けてあげようっていうね、そういうふうにこういい思い出になったんかなと思うんですよ、ところがまあ批判するじゃないわけじゃないですけどね、やはり慎重に学校がすべきことだからとか、運転手さんが悪い人だったらどうすんのっていう心配もあって、まあそれはね、それ悪いと言わないけども、ちょっと考えてあげてほしいなっていうふうに思ったんですよ。そう言う前にね、あなただったらその小さい時だったら同級期する、あなただったらやっぱりそれもやっぱりやめて学校に連絡してこう来てもらうまで待ってるっていうようなことを考えるとね、まあ運転手さんもきっとね仕事の途中だったんじゃないかな、だからついでに乗せてあげたって。でも事故なんか起きるとやはり非常にまずいことになるし、その子がね怪我してなんかしたらまた賠償責任になるから、やはりそこは慎重にっていう意見もありました。まあなあ難しいところですね、やっぱりね、まあどっちの意見が正しいかとかなんとかって、私は個人的にはね運転手の善意を評価してあげたいと思うんですよ。ところがやはり規則とかそもそも学校がということになってくると、それはねやっぱりちゃんと学校が叱るべきすることだったということがですね、当然だという意見も、なるほどそれもなっていう
気もしないね。だから今回は私の個人ですよは運転手さんの全員でよかったないうのが7割で3割が、うん、やっぱりこう言ってもなっていうところは3割はそういうところで複雑なちょっと3割がねあるね。まあ、 私も単純な人間なんで 100% ね運転手さんよかったな助けてあげたんだと子供にとってよかったなって言ってバンザーイってで、やりたい人間なんです私は、うん、だけどやはり慎重派っていうのはあってどうかなっていうのはやっぱりいらっしゃるんでしょうね。はい、それはねそういうふうになってまあある意味勉強になりました。時代も変わったなと思いました。はい、今日もエストレアとね一緒に来まして走行したらいいんですけど寒いしね、うん、だからまあちょっとこれで話させていただきました。ありがとうございました。はい、今日もねたくさんの方にご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとねこのチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではごきげんよう。さようなら。